口の中ではね、なんだね、もしかしてこの大山それじゃない、あらら、ほらあらら、らら、ほらね、おはようにゃん。今日は両替さんに来ました。うん、両替さんから天狗山の方に重装したいと思います。ほう、なんか後ろ派手だね。うん、そうなの。ここはね、なんかね、夜にちょっとね、また改めて来たいと思います。おお、お楽しみなんだ。先にこっちの井戸と井戸の鳥のある方から登りたいと思います。あ、いや、今日も一日頑張りなんだよ。あ、頑張りにゃん、行ってきます。紅葉が綺麗だね。鳥のたんびにやるのかな。七色の鳥居だって。はい、ね、これ一個一個お辞儀してたら大変にゃん。次は緑にゃん。これが全部ね、ライトアップされるんだよ。ほう、今日まで見たかすごい。緑から黄色、今度青だよね。まあ、よかった、良き人生と読みます。はい、今神社のところまで登ってきました。なんか結婚された方がいるみたいだね。あんにゃあんにゃん、織姫神社っていうことはさ、竜宮城、七夕、あ、七夕だ、うん、なんかここの赤くて綺麗な平等院と似てる感じのデザインでね、すごくいい感じ。じゃあこっからちゃんと登山だね、向こうへ。うん、なんか愛の鐘だって。そこに愛はあるのかね。何回言うの。行くよ、ほら綺麗だね。いや、ここ綺麗ね、綺麗ね、ここね。緑が多いね、ここはね。やっぱ神社だからさ、階段多いね。多いね。頑張れね。階段嫌いだね。結構な急登だったね。なんかレストランがあるみたいだよ。うん、古墳ってお墓だよね。旗神山山頂古墳、この中今入れないにゃん。本日行くの、うん、この先がもみじ谷、多分向こうの方に見える山が周回ルートなのかな。そうなんだろう。いや、紅葉が綺麗。ここにも関東ふれあい並木。なんかあそこにグレてるおばさんが。お姉さん。今日は少し風が強めなのかな。まだ公園内だから、うん、トイレがちょこちょこあって助かるね。右に行きます。
アニャン、クマちゃんいるって。クマちゃんいる。ちゃん付けするの？うん、するよ。あと 1.6 キロ。そういえばさ、うん、足利っつったらさ、うん、足利銀行？違う。武田信玄。武田信玄だよ。あ、武田信玄だね。え、おかしいな。武田信玄。足利高氏はどこ行ったの？武田信玄。はい。あ、うわぁ。なんかいい道だね。モミジが下にいっぱい。うん。そこがさ、モミジ谷なんだね。いいね。もみじゃね、あのさ、100メートルぐらいしか変わってないんだけど。夏はさ、噴水が出んだろうね。ここまで来ると結構景色見れるね。あと 1.4 キロ。いいね、紅葉はね、うん、人をブリックで撮ってね。なんだそれ。そういえばさ、うん、お約束のやつが飛んでね。あ、そうなの、そうなの。ムササビね、かわいいね。ね、山頂まであと 1.3 キロ。蹴るん、それ蹴るんっていうの？ああ。なんか映画のポスターみたいなのが出てきたんや。うん、あ、ね、火事があったからね。両外山城跡って書いてある。めんどくさいから読んでみよう。すごい大迫力の岩場が出てきました。ああ、両外山っぽくなってきたな。山らしくなってきたね。なんかすごいね。楽しいね、ここね。ちょっとした岩場だね。結構ね、ゴツゴツしてる。うわ、富士山見えてる。アニャ、なんか上のところにすごく近代的な建物があるんだけど、ゴージャスな休憩所になって座るんかい。はい、今ここ登ってきてあと 1.2 キロ。なんか100メートルずつじわ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 来るね。残り1キロにゃん。また岩場に来たにゃん。でも登りやすいね。すごいゴツゴツしてんね。うん、海きれい。きれいな山だね。なんか面白いゴツゴツ感。なんかせっかく登ったのに降りるんだね。多分両外山ってあっちに見えるお山にゃん。なんか平ら、こういうところ好き。うん、でもなんか向こうの方また登り返すの。あと 0.8 キロ、あと 800m だよ。はい、また 100m 来たけど。いや、風がすごい。あー、また岩になったね。頑張れー。
んだ言って歩きやすい。それすごいじゃん。すごい。いい男が台無しで。わあ。すごいゴツゴツ。来た。結構大変な岩に。あと200メートルって書いてある。うん、もうちょっとだよ。一人で拝んないから。よいしょ。頑張る子だね。あれ、うん、結構高いところ登ってきたけど、うん、まだ山頂じゃない。山頂じゃないのかね。まだこの先だ。まだこの先みたい。続き行きます。はい。あそこが山頂かと思った、うん、ちょっとがっかりだね。すごくいい感じの場所だから。なんか弾まやが見えてきました。最後の階段嫌いにゃ。なんで階段なんだろう ね。まだ上が続いてるんです。なかなかね。あらやだ。紅葉も綺麗。ね。あ、綺麗だね。わあ、すごい綺麗だね、これ。うわあ。すごい綺麗です。バッチシだね。綺麗だね、うん、でもこっち行ってもいい。こっち降りればこの辺があるでしょ。なんかどんぐり落ちてたね、うん、どんぐりは危険だから。着いたにゃ。うちにもたくさんの福が来ますように。山頂の日がちょっとわかんないよ。これでとりあえずこれで万歳。万歳。いいのかなこれで、うん、いいね。ここにあったよ、ほら。 あったね。足利百名山両替山。足利城跡、うん、そういえばさ、うん、去年の2001年の2月に、うん、山火事があったんだよね、ここってね。ああ、みたいだね。うん、東京ドーム35個分ぐらい焼けちゃったみたいだよ。うん、気をつけないとね。うん、タバコが原因みたい。うん、怖いね。3枚。2本になったよ。今日の忘れ物は自撮り棒1本とストックでございます。なんかどうしようがあるところに来たんだ。ほら、なんか急にサクサク歩けるようになってね。膝腰悪い人にはね、結構必需品や。うん、鹿が紫山。うん、証拠わかんないけど。じゃあ紫山の展望結構いいね。あれが天狗山かな。できたね。あそこだね。うん。頑張るんだよ。ここもすごい崖だ。うん。
気をつけていけね。高度感がある。狭いよね。山海山から500メートル。ラマニア。坂の道だね。ちょっと綺麗だね。わさわさタイム。噂のあれかな。素敵だね。と巻道を行ってます。ソフトの道があるらしいけど危ないからね。ただね、枯葉がすごいから気をつけなきゃね。いや結構ね、狭い道をね、登ってるのね、これね。葉っぱで滑って怖いんや。合流地点に来ました。やばいの、来たよ。よし、ママニャ。そこかな。うん、一番上っぽいよ。結構、うん、結構な登りだね、これ。うん、崖っぷちだね。天狗のお面があるんや。三角点ポチッと。あ、天狗さん。うん。天狗山258.7メートル。はい、じゃあ、いい天狗山着きました。結構あるね。すご
ごい高度感があるそこでね、ご飯なので。おにぎたい。おいしいね。今日のおやつなんですけど、命、リンゴ。リンゴ命。なんかね、青森の方のね、メーカーみたいで。なんと見えない匂いだろ、これ、ね。こんな感じのね、ふわふわのね、やつかな。あ、うん、いただきます。いい匂い。いただきます。うん、すごい甘いってわけじゃないんだね、上品な甘さだね、うん、おいしい、いいね、おいしいね、うん、これちょっとこの山は牡蠣厳禁なんでね、こういうものしか食べれなくて、ね、こうしてはできないです。じゃあご飯も食べたから、うん、下山しよう。周回ルート方面から、うん、こっちの方が行く、うん、綺麗にゃ、すきがね、光が当たってすごく綺麗、光があって綺麗だね、うん、すごくいい雰囲気。でも向こうに比べれば全然だね。なさそうだけどね、なんか癒される道だね、うん、いい道だね。5時台は？どの辺が5時台？こっちが5時台は？これが天狗の牙なんだよ。この先まだ3つぐらいの山なんだよね。なんか秋はね、日が短いから寂しいよね。一番まともな実際すごく暗いです。ちょっと不安になるねこれね。暗いけどまだ近いね、うん、あ、激登り砂ヶ山 202m だって。まんじゃーまんじゃーい、ラムのバイトズタイム、色が変わりました。今度5000だった。あと少しでしょって言われるけどさ、そうちょっと今日まだねライトアップ撮りたいからね、うんうん、まだまだ続くんだよ今日、うん、頑張んじゃん、うん、味違う、懐かしい感じする、味違うよね、うん、はい、じゃあラストもう一個山登って下山だね、うん、頑張んや、頑張んや、結構意外と大変な山なんで、光が柔らかいからね、綺麗だよね、カビ、カビかな、なんだろうね、うわあそこの最後の山の山頂だったらいいね。そう、そうだね、ここが重曹路の最後の山だね、うん、あと降りるだけに、だってこの先ないよ、うん、ないね、いや松ぼっくりすごいな、これ落っこってくると痛いよね。
痛いね。痛いね。バサ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 。下山にゃん。下山にゃん。お疲れさん。最後のりです。ね。頑張りにゃんとね。急坂だよ。だいぶなだらかなってきたもんね。増えてきたね。お疲れ様でございます。今寝てたでしょ。低い山だけどさ、うん、そういう山の中って厳しいよね。テザーは舐めちゃいけないよ。それではまた皆さん、次の山でね。バイバイ。皆さんこんにちは。こんにちはじゃ、こんばんはだね。改めて夜また織姫神社に来てみました。なんかもうすでに後ろがさ、すごいね、グラデーションがかかって色が変わっていくんだね。うん、すごい綺麗だけど。本日最終日みたいなんだけど、ナイトアップされてるみたいなので、ちょっと楽しみに来てみました。早速行ってみようじゃ、うん、色変わるね。ねえ、229だ。あのさ、うん、なんかナイトハイクみたいな。え、でもこんな綺麗だといいよ。ねえ、すごいね。綺麗だね。幻想的だよね、うん。なんかこの馬の感じがまたたまらないね。うん、映像で見るとさ、ランタンがふわふわ浮いてるみたいだよね。ね。いや、綺麗だね。うん、階段つらいね。階段は嫌いにゃ。あにゃ、この先のね、やばいです。なんかやばいものが見えてきた。おお、これはすごい。ね、うん、でも間に合ってよかった。本当だよね。ね、今日まででしょ。うん。